3番の後藤です。センターのやや左、熊代が出てきました。熊代を掴んでいます。いや今日は星といい、この熊代といい、前の打球、玉木は強いところを見せています。思ったほど伸びてこなかったんですかね。やはり球威が勝ってますね。もう一旦土手に当たったんですが、最後しっかり掴んでいます。おお、まあ、熊城もそれほどゲームの中ではスポットライトを浴びて目立つというところなくて、こういうその地味ですけども際どいところというのは活躍してますよね。そうですよ、こういうところから一歩一歩で、階段踏んで上がっていくわけですから。いいですね、守備固めで行ったりダイソーで行ったり、試合の中では肝になるところは抑えていきます。そしてバッターボックスは井出穂です。そしてブルペンは涌井です。センターの右、今度は熊代が右に走り込んでいく。おお、掴んだ熊代、最後はグラブの先、網にかけました。これもビッグプレーが出ています。熊代この回2つ素晴らしいプレーを見せて三者凡退抑えました。先ほどの回は長田がマウンドに上がって三者凡退でしたけども、その中で2つ熊代がいいプレーを見せまして、特に最後の右中間のあたり、このプレーですが、井原さんいかがでした？そうですね、やはりスタートもいいんですよね。スタートがいいから、やはり最後にこういうプレーができるわけですよね。これが一歩でも間違いますとね、遅れたりすると取れなかったかもわからないけど、やはり球に対する勘がいいですよね。いいプレーでしたね。こうして、ね、監督からの信頼をこう得ていくわけですよね。そうすると打席が回ってくる、打席でも、ね、いいところを見せると、もう監督の中にはもうインプットされますから、じゃあ今度スタメンで使ってみようかということになってきますからね。この回ランナー1人出れば熊代には打順も回ります。